ちらのご本殿も、代謝作りなんですけれども下の方に、いくつかちょっと木が組み合わさってると思うんですけど、そこは多分腐っちゃってるんですよね。なのでそこだけ切って切り替えてると思うんですけど、まあ代謝作りで維持するとなるとこうならざるを得ないかなと思います。で下は一応石なのでそこまでがっつり腐らないと思うんですけど、あのコンクリート武器なのね。ただ湿気が結構すごいんで結構腐りやすいのかなと思いますね。これが本殿からですね。今日もいい光が入っています。先畑神社です。